こんばんは、アメさん。こんばんは。はい、わざつ、小田井さん。はい、しっはい、わざつ。わざつ。うん、のんたんと連絡取れた。今向かってるって。もう1時間ぐらい経つけどね。俺の家来るって言ってから1時間ぐらい放置されてる。お風呂入ってんのかな。昨日の配信見てたよ、よ。やばいよ、もうフラフラ。買い物行ったけど。今ご飯食べ終わったところ。死にかけだね。結構子供の頃思い出すような風の辛さね。子供の頃って風邪ひくと辛いじゃん。頭痛い。大好きちゃんはどつ。やばいわ。うん、来てくれるとは言ってるけど、1時間ぐらい。いや、頭痛いんだよ。来ないんだよね、それが。今家出るって言ってからもう1時間経ってる。どうしたんだろう。うん、もう1時間以上か。ビタミン C 飲もう。エミちゃんいらっしゃい。スマニャンのところで彼女さんの米見かけた？何分前それ。こんばんは、おむしろしゅうす。いらっしゃい。買い物かな？あー、それあるかもね。スネークしてる。じゃあ俺の家来ないで、多分今妻にはスネークしてんのかもな。怖え。俺の彼女怖え。マジ怖えな。私も今肺炎になってるんですけど、喋ると咳込んで喋れません。和道さんすごいですね。ゴムミンさんね、それはね、配信者魂ですね。配信者魂です。うん、何分前？ 30 分経ってる。じゃあ、つまにあんところ行ってるのかもしれないね。相当切れてたから。彼女今日ツバニャンにスタンガン。スタンガンじゃないね。BB なんだね。次はスタンガンだって言ってらしいけど。ミサキちゃんいらっしゃい。赤味噌うめえな、おい。生ゴミの味はしない。た、苦しい。神田川おはよう。あ、和道ですね。全然違いますね。和道です、僕は。どこをどう間違えたら神田川になるのかわかんないけど。ああ、頭痛い。風邪っすね。肺炎っていうか。俺は風邪だと思う、これは完全に。妻には証拠見せて被害届出したぐらいって痛いって2発もやられたらしいよ。そうなんだ。そうなんだ。被害届出すのかな。味噌汁赤味噌だよね。赤味噌が一番うまいよね。
俺は赤味噌が一番好き。手作りじゃない、インスタント。あの BB 弾、俺に言われてもさ、美咲さん、俺が撃ったわけじゃないから俺を詰めないでくんね。俺が撃ったなら俺に言うのわかるけど、俺撃ってねえから、なんで俺詰めんの。俺に言われても困んだけど。いや、俺に言ってもしょうがないじゃん、それ。俺の感想で言ってくんね。ワドツーペロント様。頭痛い。俺を詰めてるわけじゃないの。俺の彼女だね、 BB ダウンタウン。そうだね、早く来ないかな。彼女かなんか知らんわ、ババアやろ。いや、なんか人の配信来てそれは失礼じゃない、美咲さん。初見でいきなり、なんか人の配信さ、来てさ、いきなり暴言吐くのは失礼だと思うよ。うん。関係なくない？なんか俺当事者じゃないから、あの、ここにいる人たちに対して失礼だと思うよ。うん、薬飲んだ飲んだ。ノリコピーは元気だよ。元気元気。そんなさ、いきなり突っかかってくるのやめた方がいいよ。年齢は関係ないでしょ。あなたもいずれババアになるんですよ。バズーカ見た。ツバニャンに BB 弾打ち込んだらしいね。そうだね。俺も最近ふわっちだね。ふわっちにドハマりしてるね。ふわっち一番いいサイトだね、俺にとっては。めちゃめちゃ盛り上がるよ。うん。みさきって誰？あー、この人。うん。俺の彼女の怖さ知らないからそういうこと言えんだよ。いやー、もう、やばい。肺炎がやばい。そうだれ。うん。のんたん人気だよね。俺の彼女なんか人気なんだよね。いや、そうでしょ。自分が若いからって、年上の人に対してババアとか言ってると、ブーメランがね、10年後、20年後にブーメランが突き刺さるだけだと思うよ。壮大なブーメランだよ。10年後に、こう、自分が投げたブーメランが10年間かけて、こう、ぐさーって刺さるからね。病院行ったよ、もう。のんたん可愛いよね。俺も大好き。そう。ブーメランはでかくなって帰ってくるから気をつけた方がいいよ。うん。おいはね、小老病死は確実に自分にやってくるから。怖さ関係なしに言っていいこと悪いこと区別しなきゃ。そうだね。うん、顔の中心にパーツ寄りすぎ。ありがとうございます。それが僕の取り柄です。顔面中央系男子ですね。今流行りの。ああ、人のことディスる人ってね、そういう人多いよね。まあ人のことディスらない
人のことディスらないメンヘラもいるから、それはメンヘラに対する差別だと思うけど、まあ自分のコンプレックスみたいなの抱えてる人は人のことディスったりするよね。和道さん最高、ありがとう。お前らが最高だから俺が最高で言い続けるんだよ。最高のリスナーだよ。頭いて。あ、リスナーさんへのプレゼント封入終わりました。今回ですね、15個作ったんですけど、13名の方にプレゼントします。はい、この手紙が、届くリスナーさん、はい、ネックレス入ってますんで、はい、今回郵送しますんで、おめでとうございます。和道アワード2016受賞おめでとうございます。お薬飲んでるよ。こんばんは、ふーちゃん。はい。皆さんもね、この封筒が届くようにガシガシ僕のこと囲ってください。よろしく。この俺がつけてるネックレスが届くんで。和道アワード2016受賞者おめでとうございます。昨日は大変でしたね。YouTube で見ました。大変だったよ。今日も大変だったよ。関慎吾に閲覧負けてるぞ。当たり前じゃん。キャリアが違うんだから。で、慎吾ずっとやってるし。うん、関慎吾の方が、キャリア長いし、普通だよ、そんな。てか、関慎吾終わったし。うん。被ってる客層が違うよ、慎吾とは。客層が全然違う。かぶってないです。僕とスンゴはかぶってないです。カッシーニも脅しましたよ。カッシーニ警察行きました。彼女に脅しやめさせてください。あ、カッシーニ警察行くっつってなんで別に警察行けば。うん。全然いいよ。うん。あいつがもともと喧嘩振ってきたんだから。やられるんじゃねえの、うん、妻にはどう思いましたか。いや、なんか別に嫌いじゃないし、さっぱりして、まあ別にね、いいなと思って、昨日もだいぶ語ったけど妻にはについては、まあだから、あの、自分のことをかわいそうみたいな泣き芸とかが反感を買うんだよ。自分のこと正当化しようっつうの。クズならクズで、さらけ出したら好かれるタイプなのに、生主力はあると思うよ、正直。生主力あるけど、泣いたりとか自分のことを、なんか、悪くないみたいに見せるっていうか、女の武器使うのが、なんかいろんな人からの反感買うんだと思う。新宿リアドしないんですか？しない。うん。しない、俺は。俺は俺のファンがいるから、大丈夫。そこに向けて配信した方が有効だかも。うん、俺は俺で別に困ってないから、売名しなくても全然やっていけるから、自分の放送弱いのに強気ですよ、あの方は。うん。だから弱いからこそ強がるんでしょ。本当に強い人は強がらないから。うん。でも別に嫌な感じはしないけど、俺直接ディスられたわけじゃないし。ただ、リスナーが嫌いっていうのは気持ちはわからんでもないよね。うん。そう。反感を買うんだよ。だって本当に悪くないって言うんだったら泣く必要ないし、バーンとか机叩いてたけど、机叩く必要ないんだよ。そう。冷静に淡々と話すればいいんだけど、感情的になるってことは痛いとこ疲れたってことだ。それをそのままさらけ出すのが生主じゃん。いや、悔しいとかさ、そういう泣き方だったらいいけど、私悪くないじゃん、構ってよっていう泣き方はダメだよ。嫌われる。悪いところは悪いって認めないと、人間なんだから。生主はね、そうだと思うよ。自分の悪いところを武器に変えていかないと。うん、もう舐めそうになったんじゃなくて、お皿とかをバーン、バシャーンってやったの。あの、なんだ、付け合わせの、なんか、お出し、なんつうんだっけ、あの、突き出し、お通しをバーンって叩いて、お皿ガシャーンって割れそうになったの。うん、人間なんだから、いいところも悪いところもあってさ、リスナーさんはそれ見抜くに決まってるじゃん。作ろうとするからダメなんだよ。
悪いところを武器に変えられないとダメだよ。この人悪いところあるけど好きだなって思われるようにならないと。俺はそうだと思うけどな。そういうもんだと思う。えつおさんフォローありがとうございます。えつおさんフォローありがとう。はい、若津、しぶちんさんいらっしゃい。コメントありがとうね。途中でああいう風に帰るとか常識的じゃないですよ。あ、それはね、1時間で帰るとは言ってたから。俺はそういうところはフェアに見るよ。1時間で帰るとは言ってたから。だから、そこはフェアに見てあげないと。何でもかんでもディスればいいってわけじゃないから。俺そういうのも嫌いだし。ダメなところはダメ、いいところはいいで見てあげないとさ。実力はあると思うよ。生主として。ミュールにも暴言すごかった。埼玉歩けないようにしてるとか完全に脅迫では。俺に言わないでくれない。俺が言ったわけじゃないから。ちび猫さん、俺が言ったことだったら俺責任取れるけど、俺が言ったことじゃないの、俺に言ってもしょうがなくない？別に警察でも何でも行けばいいじゃん。俺は彼女の力になるし、彼女が困ってる時あったら守るけど、彼女がやったことは彼女が自分で責任取るしかないから、それが生き方だから。俺はパートナーとして隣で彼女を支えてあげたいとしか思ってない。あの席に和藤さんいなかったらすごくなってたと思います。どうなんだろうね。俺喧嘩嫌いだからね、基本的。でもまあ、ヒカルくんにも言ったけど、いきなり食ってかかったのは良くないと思ったよね。なんか、はめたんすかみたいな。それは、ちょっとヒカルくんダセーなと思ったけど。まあ、本人に言ったからいいんだけど。風船ありがとう。リスナーとしては悪いところも含めて、そのまんまの姿が好きになるよ。そう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 。さらけ出していかないと。それがリスナーさんと向き合うってことだからさ。で、リスナーさんと向き合えないやつは、配信者としてダメ。頭痛い。ちょっと薬吸引するわ。あんたのリスナーだろ。俺のリスナーだよ。俺の彼女だよ。じゃあリスナーさん全員の人生俺責任取れるかっつったら取れないじゃん。どこで何やってんのか全部監視するわけにいかないじゃん。なんで俺を詰めんの？おかしくない？俺言ってること間違ってる？俺普通に正しいこと言ってると思うよ。俺のリスナーだろって、ちびざるさん、あなたも俺のリスナーだよ。今俺の放送を見てる限りは。あなたの人生の責任なんか取らないよ、俺は。でしょ？俺言ってること別にまともだと思うよ。あなたのリスナーだろって言ってる方がおかしいと思うよ。はい、お初、いらっしゃい。セブンポーカーさん楽しんでてください。よろしくお願いします。ちょっと、ステロイド打ったから、うがいしてくるね。ステロイドだから、これ。うがいしてきます。
フォローありがとうございます。セブンポッカーさんフォローありがとう。あんだけミュール、俺はミュールに対しては感謝してるよ。ミュールに対しては感謝してるよ。俺はミュールディスってないよ、うん、喘息っていうか肺炎みたいになってますね。俺はミュール一切悪いと思ってないよ。そこはなんか誤解がない、誤解っていうかなんか勘違いじゃないですか。僕は自分のリスナーさんディスってないし、悪く思ってないよ。感謝してるよ。懐かしいね。山田さんいらっしゃい。新しいフォロワーさん増えたので紹介します。フォロワーさん、ありがとう。何さんかなこれは。スペリアル、江戸家、改め、東京 X さんいらっしゃい。東京 X さんいらっしゃい。そうだね、雑談、あ、来たかな彼女。彼女来たっぽいわ。まあ、ちびだんさん、あなたに関係ないことなんで、すっ込んでてもらっていいですか？申し訳ないけど。スパイラルエッジか。黒黒のトトしたときどうやった？いや、別に会えてないかんね、俺。うん。会えてないもん、黒黒に。また新しくフォロワー増えました。よしさん、フォローありがとう。閲覧が少ないのにおすすめに乗る人っていうのは、これ完全に運営のさじ加減なのかな？何なんだろう？閲覧が明らかに少ないのに1位とか2位になってる人って何なんだろうね？これ、どういう基準なんだろう？アンチっていうかなんか変な、なんかこう突っかかってくる人が2、3人いるだけだね。全然気にしなくていいよ。うん、あいつのアンチしてた。あ、爆走不正してる。不正ってなんだろう。昨日リアドツ前にフォローしたので紹介してもらえず涙。マジか。ルクちゃんさんフォローしてくれた？ルクちゃんさんフォローありがとう。あー、そっかそっか、ごめんね。ルクちゃんいたね。ごめんね、ルクちゃん。アクティブ？アクティブだって、今1位の人38だし、ひわいさんもきっとアクティブ3だよ、今。アクティブ関係なしにおすすめに載ってんの。うん。深夜庁が3位で3346。彼女来てないな、うん。今音がしたんだけどね。サーバーが悪いね。ふわっちね。ちょっとね。まだサーバー弱いね。でもその辺はゆっくり改良していくしかないかんね。うん、おー、ワンワン、元気？ワンワンおめでとう。久しぶりだね。来てくれてありがとう。ワンワン本当嬉しいよ。活躍してて。なんかチャンネル撮ったらしいじゃん。おめでとう。ワンワン。課金たくさんしてるんじゃない？おすすめ。多分そうだろうね。課金が多い方が上に行くんだろうね。和道さん、アンチの扱い慣れてる。ニコ生慣れかな。そうだね。ニコ生はアンチ多いからね。ね、ワンワン来た。うん。ワンワンいらっしゃい。のりこマジでグッジョブだった。なんか囲い増えてんだよね、のんたん。俺の彼女囲いめっちゃ増えてんだけど。俺元はニコ生で荒らしてた。もう荒らしは古いよね。荒らしはもう楽しめなくなってるよ。やっぱね、まったりいつくのが一番いいよ。
俺の彼女のツイッター紹介します。あんなおもちゃで騒ぎすぎ、素肌に当たっても痛くねえから何度でも突してやるよ。任務完了。つばくそ警察落ちで美味しいな。キャスミンのきどい、キモい集い。この後も新宿に来たら何度でも襲撃してやる。これが面白いね。ナイフなら一撃だった。ナイフなら一撃だったっていう。彼女、いや、普段結構よく映るよ。俺の放送。今いない。うん。ツール使うために PC 起動するのがめんどい。あー、嵐ツールか。怖いよね。俺の彼女マジで刺すタイプだからな。ナイフだったら一撃だったは名言だよね。うん、中二病感がすごい。ノリコピーはやるときやるかんね。疑問があるとして月曜日新宿区役所行って確認させておきます。では、はい、どうぞご勝手に。さようなら、うん、さようなら。新宿区役所っていう言葉出したらビビると思ったら大間違いです。はい、バーカ申告もちゃんとやってるから全く問題ねえわ天井にリュークデスノート、どういうこと。渡部さん、彼女さんのツイッターとツイキャスフォローしてもいいですか。ああ、全然自由に自由に。もうそれは彼女のことを応援してくれる人は嬉しいですよ。ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。姫野さん、ありがとうございます。のりことつばくそ、ん、のりことつばくそつぶくそうぜ。なんで俺の彼女のりこなんだけど、なんで俺の彼女を俺が潰すの、意味がわかんないんだけど。なんで俺が俺の彼女を潰すんだよ。意味わかんねえだろ。うん。和道さんのおかげでちょっとスッキリしました。初見さんいらっしゃい。ラムラムさん、楽しんでってください。116名さんいらっしゃい。ちげえ。書いてあるじゃん。のりことつばくそ潰そうぜって書いてあるじゃん。和道さんから見て、右上リュークじゃなくて、これはジョーカーだね。姫野さん、こんばんは。のりこと、爆走を潰そうぜ。ああ、俺が一緒にってことか。俺別に潰さねえよ。興味ない。争いごと嫌いだから。いやいやいや、そういうのやんない。全く興味ない。それ、閲覧は増えるかもしんないけど、フォロー増えねえから。古いやり方だから。そういうの。結局意味ないから。俺は配信で食っていくことだけ考えてるから。うん、自分のこと応援してくれるファンしかいらない。なんか炎上芸楽しむキッズとか古い。ダサい。かっこ悪い。ジョーカーはね、この人俳優さんとしてすごいんだよ。この役の後に死んじゃったんだけど、役が抜ききれなくて死んじゃったんだよ、オーバードーズで。うん、え？ツル系の配信者？いや、全然違うよ。俺アウトロー系大嫌いだもん。俺オタクだよ。山田さんの思い違い、それ。そういうの嫌い、俺の配信見てない証拠。俺の配信全然にわかだわ、それ。多分俺の配信楽しめない、山田さん。うん、今日初めてでしょ。俺全然嵐とか大嫌いだもん。ハゲの子予備軍ですね。そうですね、ハゲてますね。初見か。
ちょっとドリンク作ってくるわ。喉温めるドリンク、生姜と蜂蜜のドリンク作ってくる。そうだね、ふわっちだね、今メインふわっち。ふわっち楽しいよ、稼げるし、稼げるし、リスナーさん多いし、最高のサイトだよ。俺が一番好きなサイトかな今。 KPはい、ワード2 DJ さんいらっしゃい。お、またフォロワー増えたか。ありがとうございます、新しいフォロワーさん、チチさん、ありがとうございます。来ないな彼女。のんた遅いんだよね。なんだろう。既読になんないな。マジで襲撃してんじゃないの。マジで妻には襲撃してるかもしんないよ。この生の時が一番面白かった。うん。ニコ生でも長いかんね。長くやってただけだと思うよ。うん。キャスはあんま面白くなかったね。うん。マクソ覗いたけど異常なしだった。うん。ホテルにいるんだったら襲撃しようがないもんな。モンタ何やってんだろう。ムーだね。月刊ムーのマグカップ。いいでしょ。渋谷で買った。渋谷にムーショップがあるんだよ。ムーショップが。店員さん可愛いんだよ。
トローチ舐めるわ。トローチ。昔さ、こうやってヒューヒュー笛になるやつあったよね。小学生の時よく読んだ。ムーを。小学生でムー読んでんの、おませさんだね。すごいね。イロさん、フォローありがとう。おまっさんだな。トランプタワーチャレンジあれだね。ヒカルくんが取るの確定じゃないこれ。俺もトランプタワーチャレンジやろうかな。12段作ったら勝つでしょ。12段。12段って相当高いよな。きついよね。だったら雑談やってる方がいいか。リスワン一回取りてえよな。リスワングランプリ1位取りてえ。初見さんいらっしゃい。ロロさん楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。その前に体調万全にしたい。そうなんだよね。体調を元に戻んないとやばいよね。体がだるすぎる。マジで。おい、ペース。いらっしゃい。トローチだよ、トローチ。トローチ。もう肺炎でヒューヒュー言ってる。今薬効いてるから全然しなくなったけど、沸か始めぐらい結構やばかった。キャッ精神の薬じゃない、これは。これは肺炎になってんのよ、今。昨日からぜい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 してて。喘息か肺炎か。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。風邪だね。多分。頭痛いし。いや、寒くはないんだよね。あんま厚着すんの好きじゃないんだよ。結核なるらしいからね。最近結核流行ってるもんね。流行ってるっつうか、またぶり返してんだよね。
俺はタトゥー入れたいなと思ってるけど、タトゥーは体に一個も入ってない。ゆくゆくは入れたいね。画面見るとちょっと頭痛い。画面見ないとコメント読めないかんね。左手に円札黒竜派掘りてえな。いや掘らないね、日本は掘らない。円札黒竜派掘りたいね、左手に。出るとしてもトライバルだと思うよ。和ボディは俺似合わない。雰囲気変わってる。そう、ゆいさんいらっしゃい。明るいの頭痛いてから電気消すわ。風船ありがとう、プレゼント。風船ありがとう。頭いて。そうだね、太った。75.9 かな。かなり太ったね。のんちゃん連絡つかないね。今から行くって1時間半ぐらい前に言ってたんだけど。2時間ぐらい前か？もう2時間前だ。今から家行くって言ったけど、そっから連絡つかない。LINE も既読になんないね。いいものばかり食べてる。そうか？うん。徳次郎さんいらっしゃい。仕事は映画作業所ですね、僕は。ニコ生に前に見たのが最後。うん。風船プレゼントありがとう。もしよかったらふわっちずっとやってるからフォローして。フォローありがとうございます。ちーさんフォローありがとう。いろさんフォローありがとう。うん。メガホンプレゼントありがとう、ゆいさん。あざーす。新しいフォロワーさん、あ、これ読んだか。Cさんか。ありがとう。バカプレゼントありがとう。ありがとう。お、またフォロワー増えた。新しいフォロワーさん、サオさんフォローありがとう。ラムさんフォローありがとう。ニコ生はもうやんないね、俺は。ニコ生はもうやんない。プレアカも解約した。A 型の仕事じゃない、A 型作業所。ニコ生はもう、プレアカ代払ってないから放送自体できないね。
でもまあこっちも画質いいし、人は集まるし、こっちの方がやりやすいかな。ふわっちの方がいいかな俺は。過疎生主向けに大手配信者のなり方コラボとつまちやろうか。あの生姜のドリンクですね。生姜と蜂蜜の過疎生主向けに、あの大手生主のなり方講座やろう。コラボ開こう。ちょっと待って。はい、ワコツ、姉ちゃんいらっしゃい。店主が自分のためではない物件を探し始めました。ワコツ、ワコツです。やるね。じゃあ一回落ちます。お疲れ様。あれ？マイクどこだ？一回落ちます。お疲れ様です。声来てる？多分これで声戻ったはずなんだよね。オッケーだよね。よし、音も元に戻った。これピピピってなんのかな？なるよ。なる？うん。15秒でなんの？微熱だね、じゃあ。もう一回測ってみようかな。ピピピってなんなかったんだよな。今熱測ってるわ。 37.2 だって。微熱だね。うん、頭痛薬ちょっと飲もうかな。 37.2 ですね。微熱あります。あ、そうなの。うん、やっぱ熱あったか。ありがとう。これ2つ飲むの？うん、2つ飲もう。これ風邪薬？頭取るの？頭取るやつか。コラボ立ち上げたら全然人来なくなっちゃったよ。なんだよこれ。初見さんいらっしゃい。え？いや、さっきまで、いや今100人いたんだよ。うん、うちのリスナーはうちのリスナーで来てくれるから。深夜町だけだもん、ふわっちやってんの。ジェダイさんいらっしゃい。そうっすか。別に自分では全然偉そうだと思わないですけど。どこが偉そうなんですか。ちょっとよくわかんないですね。温かい飲んでるよ今。うん、作ってる。これチンしてみる。え？チンしてみる。あ、そうなの？うん、へえ。
ありがとう。大手になる方法を教えてるから。いや、別に、教わりたい人は教えますよ、全然。のんたん来てるよ、ちはるさん。のんたんなんか大人気なんだけど。みんなのんたんのファンになったっつってんだけど。なんかのんたんブームが来てんだけど。なんかのんたん、のんたん、のんたんっつってるよ、みんな。あ、あ。音の拾い悪いな、なんか。じゃあ教えて。いや、コラボで教えるっていう感じです。突っかけてきてる。はい、じゃあここにあるよ。のんたんツイッターフォローしたって。ありがとうございます。コラボってボタン出てない、どっかに。俺コラボってボタンあるでしょ。それ押したら俺と電話ができるって感じ。ツイッターとキャスフォローしたってゴムミンさんって人してみんなフォローしてる。のんたん大人気だね。なに、帝王さんは、帝王さんは何、生主なの？帝王さんは生主なの？別に偉そうだと思うんだったら僕の放送見なくていいっすよ。もう困ってないんで。見たい人が見ればいいと思ってるんで。ねえ、作る、おいで。いや、聞いたことないですね。来たらあかんのって、いや、別にそんなこと言ってないですけど、なんか不満そうだったんで。だからコラボとつまちって解いて、解い、タイトルに書いてあるじゃん。人から教わる態度じゃないと思いますよ。そういうところが大手になれないところだと思いますよ。まず人格を否定しますね。初見さんいらっしゃい。タイトルに聞かれてきました。愛花さんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、ベポロップあんの？あ、塗って。申請した？いや、来てないよ、こっち。あ、来た来た。どうぞ。聞く？もしもし。あ、どうも。どうも、こんにちは。帝王ジェダイと言います。あ、どうもよろしく。あ、よろしく。どれくらいやってんすか、配信。どんくらいだろう。今年の2月か3月ぐらい。寒いですから。今年の2月か3月だと、どれくらいだ ?8 ヶ月くらい。かな。まあ、その時、キャスでやってたけどね。どれくらい集めるんすか、人。え？どれくらい人集まるんすか？さっきは一人か二人。ああ、そうなんだ。どこが、人が集まらない原因だと思ってます？全くわからない。全くわからない。それだけがわからない。なるほど。人集めたいと思ってる、今後は。いや、全く。あ、じゃあいいんじゃないですか？別に人集まらないでいい。人を集めたいんじゃなくて、金を集めたい。ああ、その考え方はダメだと思いますよ。バイトでもした方がいいと思います。なぜだって人が集まらないのに、人が集まらないのに稼げると思ってる時点で配信舐めてるもん。舐めてねえよ。
いや、舐めてると思いますよ。みんな、配信で稼いでる人って、一生懸命配信やってますもん。俺もやってるよ。いや、だってさっき人集まんなくていい、金だけ稼ぎたいって言ったじゃん。その通り。ん？どこにいるの？お前聞いてんのかよ。聞いてますよ。うん。うん。女どっか行かせろよ、邪魔だから。いや、あなたの方が邪魔ですね。あなたが聞いてください、別に。お前が上がれって言った。別に僕が優先順位決めるんで、別に。じゃあ、さよなら、うん。別にあなたと話すことないんで。はいはい。さよなら。はい、了解。はい。やらしいな。そんな甘くないよ。配信舐めてる。うん、金だけ欲しいとか、マジで配信舐めすぎ。その態度が人集まんない。別にブロックしないよ。うん。ダメだね。これは伸びないわ。伸びない生主の典型例だったよね。まるでダメ。うん、配信舐めすぎ。ハートプレゼントありがとう、ランコブさん。ここ塗るとスースーするね。ありがとう、うん。私も気になる。あ、全然コラボ上がってきていいっすよ。全然話しますよ。全然、いつでも、誰でも、リスナーさんでも全然構わないですよ。いや、そう思わない。リスナー舐めすぎでしょ。金ずるとしか思ってないわけじゃん。今の発言って。ダメでしょ。うん、ダメじゃね？俺は、そういう配信者は伸びないと思ってる。うん、まるでセンスがない。うん、何年やっても伸びないよ。考え方改めないと。うん。俺の名前テロップに出してディスったところでお前が嫌われるだけだから、全然構わないけど、三者がやることだよ、人の名前で配信するの。やめた方がいいよ。うん。自分のファン作れるならいいかもしんないけど。ね。普通に素直に聞きに、別に構わないよ。ただ、バンになっても知らないよ。人のことディスりすぎて。これは自己責任ね。倍目だね、完全に。な言ってんじゃん、バンになっても知らないよって。うん。俺は忠告したかんね。配信者に嫌われる配信者はそれなりの理由がある。うん。お前さ、アクティブ1しか集められないやつをさ、70倍人集めてるのに、よく過疎とか言えるな。よく過疎とか言えるな。お前の70倍は優に稼いでるんだよ。うん。すげえな、頭おかしいな、こいつ。タバコ吸わない方がいいかな。うん。パルパルお前上がってこいよ。お前喧嘩売ってるらしいな。てめえボコすぞこの野郎。おい。てめえ会ったら覚えとけよ。パルパル。おい。おめえ覚えとけよ。おいマジで詰めっかんな。おい。おいクソガキ。お前マジで詰めっかんな。覚えとけよ。おめえどこ住んでんだよ。おめえマジで覚悟しとけよ。ゴミが。お前本気で覚悟しとけよ。てめえ。おい、マジで覚えとけよ、自分の発言、てめえで発言。うん。こいつクソ喧嘩売ってるらしいから。詰めるわ。うん。パルパル言えないの。寒いな。お前覚悟しとけよ。うん。俺も知らない。なんかこいつ喧嘩売ってんだってずっと自白で。うん。誰敵に回してんのか後で痛い目見ねえとわかんねえから。こういうガキは。うん。
風船100個ありがとうございます。ココアさん。フォローありがとう。アイカちゃんフォローありがとう。お前の話題出してねえから、てめえふざけんだよ、舐めた態度で。てめえ覚えとけよ。マジで。覚悟しとけよ。てめえ会ったらマジで詰めっから。クソガキが。もう電車バッ飛んでっから。いや、こいつ詰める詰める。こいつ詰める、マジで。うん。マジで詰めるから。いいよ、ほっといて。クソ舐めたクソガキ。うん。頭痛えよ、まず。91名さんいらっしゃい。ナタリーさんいらっしゃい。風邪っていうか肺炎気味なんですよ。ちょっと、二日ぐらい前から。喉の調子がおかしくて。インフルエンザかな？いや、多分ね、病院行ったけど、インフルエンザではないっていうふうに言われたよ。インフルエンザではないって。だから多分肺炎か。喘息だっていう風に言われた。病院行きましたよ。薬もらってます。今から家出るっつって、なんで2時間かかったの？ずっと待ってたの。ビッグマック食べてたの。ビッグマック食べてたの？そっか。ビッグマック食べるのそんな時間かかんの？あとドンキ行ってきた。あ、そうなの。そっかそっか。待ってたよ。うん。飲んだら来てよかったね。うん、安心した。入院とか大丈夫だと思うよ。多分。大丈夫だと思う。毛布。毛布買ってきたの？羽毛布団だから別に冬場大丈夫だよ。ダメ？暖房の温度高くなった。ああ、そっかそっか。てかあれだね、除湿機入れると温度高くなるね。うん。うん。湯気のやつ。うん、すごい、スチームのね。釈迦も湿度高い方がいいんだよ、本当は。うん。うん。文句あんなら、てめえも配信者だろ、コラボ上がってこいよ。コメントでカタカタ打ってんじゃねえよ。上がってこいお前。ゴミが。超音波式は、うん。なんだ。菌が繁殖するから、うん。加熱式で。あ、そうなんだ。うん。本当に、うん、お願いするわ。10分ぐらい。うん。ありがとう。お願いします。タバコ吸いすぎかな。うん、
吸いすぎ。ビタミンいっぱい取ってる。ちょっと多めに取ってるよ。あとほら、ビタミンのドリンクも飲んでるし、あったかいやつ。でもビタミンって確かさ、熱が高いと壊れるんじゃなかったっけ？確かね、ビタミン入っててもね、意味ないんだよね。熱で壊れちゃうから。はい、ワコツ、トーマスさんいらっしゃい。うん？ああ、沸騰させなきゃ大丈夫かな。そうだね、まずくなったらね、まだ大丈夫。ただ明日はもしかしたら倒れるかもしんない。うん、のりこピー帰ってきたよ。肺炎だと熱出る。うん、37.2 度だった。ちびたさんいらっしゃい。楽しんでください。あー頭痛い。あ、熱出てきたな。熱出てきた。ちょっと辛いね。寒気はない？寒気はちょっとある。おかんでしょ？うん、うん、ちょっとだけある。ちょっと上がるかもしれない。上がる？熱が上がるかもしれない。かもね。多分ね、病院は行ったから肺炎ではないっぽいみたいなことは言われたけど。うん、コラボいいよ。上がって。うん。コラボいいよ、全然。なんか来た方がいいんだよ。え？なんか来た方がいいんだよ。あ、大丈夫、大丈夫。うん。着るの苦手だから、うん、いいよ、愛花ちゃん上がっていいよ。のぞみさんいらっしゃい、フォローありがとね。あ、ありがとう。いっぱい買ってきたね。ベンザブロックだって。うん。サンキュー。うん。この前の美味しかったのなんだっけ？めちゃめちゃうまかったあれ。うん。俺生活保護だよ。これ美味しくない。うん。あ、これ俺風邪薬好きなんだよね。うん、うまいこれ。わかる。熱出すぎるとハイテンションになるよね。あ、コラボ来た。あれ？もしもーし。映像来ないね。なんだろう。来ないね。見えてる？みんな。
あれ、コラボから出ちゃったね。何それ。え、鏡。鏡、鏡買ったんだ。フォロワー増えました、ありがとうございます。ちびたさんフォローありがとう。画面出なくなっちゃった。もう一回やってみなよ、うん、もう一回やってみるといいと思うよ。もう一回送ってみて申請。あ、ポカリ温めると美味しいわ。うん。なんかピコーンとかなればいいのね、コラボ上がるとき。この画面が分かりづらいな。はい、コラボを許可。もしもーし、もしもーし、まずいかな。俺ポカリスエット好きだけどね、アクエリアスはそんな好きじゃないけど。もしもーし、聞こえますか。なんだろう。不具合が多いのかな、うん、エラーが出る？なんでだろうね。エラー出る。バーガープレゼントありがとう。東京 X さん、ありがとうございます。なんでだろう。うん。他の人をちょっと試しにコラボやってみてくんね。のんたんさ、試しにコラボ上がってきてくんね。スマホで、うん、エラーになるって。なんだろうね、うん、ちょっと原因は分かんないけど。新しいフォロワーさん、吉村さんフォローありがとう。どうしたの？なんかね、フォロー、コラボができないんだよね、今。コラボができないっぽいね。原因不明。バグってんのかな？下から寝てるよ、今。寝てる。今日静かだね。坂は静かだよ、今日。なんで他の配信者から嫌われてるんですか？んー、どうなんだろうね。なんでかわかんないけど。うん。それは他、嫌ってる人に聞くべきなんじゃない？なんで和道のこと嫌いなのって。
これはちょっとよくわかんないですね。嫌われてる理由はわかんなくない？ 嫌いな人に嫌いな理由聞くのがいいと思う。文鳥かわいいよね。大好き、俺も。文鳥。え？ノーマル文鳥も好きだよ。白文鳥に限らず。文鳥は全般好きだね。かわいい。つらいね。風呂入って、今日熱々の風呂入るわ。風呂沸かす、今日は。汗かくわ。風邪ひいてる時に汗で追い込みたくなるの、俺だけ。運動して、風呂入って汗かいた方がいいよ。毒素を抜きたくなるんだよね、体から。汗かくのはいいよね、絶対。そう。風邪ひいてるときはおとなしくしてた方がいいって言ってる人多いけど、子供の頃から絶対間違ってると思ってた。絶対汗かいた方がいいよ。はい、ワカツー、ルナさんいらっしゃい。ダメっぽい。一回切ろうかな。いや、もう30分で終わりにするわ。あと27分残ってるから。延長しちゃったから。食べ物食ったよ。がっつり食った。そうかな？かそってるかな？どうだろう？あんまり50人切ったらかそっていうイメージだから、かそってるような印象ないけどな。お風呂は効果ある。湯気で喉楽になる。なんかね、最近は医者も勧めてるらしいよ。
闇将軍最近ひどいね、かそってるね。やばいよ、のんた。加湿器ね、彼女が持ってきてくれた。やばい。クソ笑うよ。オワコンですよ、オワコン。しかもなんかニコ生復活したらしいしね。最近。あのやり方じゃ伸びねえよな。うん。今回ダメっぽいのでまた機会に。あ、ありがとうね、愛花ちゃん。また、とつかけて。花火投げろの人いない？何花火投げろって。花火投げろっていう人はこの放送にはいないよ。そう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 、ルナちゃん、そのとおり、そう人。闇将軍って言うと、ハトロダの帝王って言われてる人ね。暑いな。その人、その人。なんか、ふかしまくって結局誰からも相手にされなくなってるっていうやつだね。ウケるよね。橋健さんは、名前は知ってるかな？うん、散歩の人でしょ。見たことはない。会ったこともない。橋健さん会ったことないね。橋健コラボしないんだ。うん、たまに心霊やるんだ。へえ。俺もコラボなしでやろうかな、ほんとに。コラボしてもなんかいい思いした試しが一回もないな。コラボやめようかな。自爆だけやろうかな。特定の人とはするんだ。うん。コラボしてよかった試しなくね、俺の放送で。ね、自爆で自分のリスナーさん作ってった方が絶対いいよね。風邪っていうかね、うん、医者からはね、肺炎だって言われたんだけど、風邪っぽいんだよね。一応病院は行ったんだけど、肺炎の薬、肺がやばい。で、熱が出てきて頭が痛くなってきた。はい、やばいよ。やばい。いや、今日は寝るわ。リスナーさんごめんね。今日は寝るわ。お疲れ様。また明日放送します。彼女も来たし。うん。お疲れ。また明日。大丈夫だよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。